はい、今日はなんと山根さんがインタビューに答えてくれるそうです。はい、噂の山根さんですよ、皆さん。目の前にね、いらっしゃいます。どうどうですか？も、皆さん、はじめまして、こんにちは、山根と申します。本日はね、ちょっと縁があって、坂地方ちゃんと縁があって仲良くしてまして、彼女がもともと YouTuber として、何人かインタビューを取ってるということで、お招きに預かりましたんで、ぜひ一つお手柔らかに、皆さんよろしくお願いします。高千穂ちゃんもよろしく。よろしくお願いしまどうす。も。なんか初めてですか、インタビュー受けるの。僕は割と、そうですね、こういう形の独占インタビューみたいな感じでは、おかげさまで何人かから、男女の何人かからお招きを誘わいただいてるんですけど、ちょっとなんだかんだ、まあいろいろ訳があって、中止や保留になっちゃったりで、これが初めてかな。だから何かの縁というか運命というか、高千穂ちゃんとの深い運命、縁を感じるよ。ありがとうございます。なんかちょっと家出倉庫になった気分なんですけどね。ぜひそのね、極道の妻たちシリーズを手掛けてる彼女みたいな感じで、まあそういうの含めて、僕の答えられる範疇で何でもお答えしますんで、何でも聞いてもらえれば、お互いに、まあ都合悪いところとかあったら、まあ編集でね、なんとかなると思うんで。わかりました。はい、じゃあなるべく NG のないように僕も努めたいと思いま す。じゃあ巷でね、YouTube 界隈でよく聞くことなんですけはど、い、質問もう始めちゃっていいですか？どうぞ。こちらも、スタンバイはできました。